国鉄 e c 40系電気機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道員が1912年に輸入したラックレールを使用するアップト式直流用電気機関車である日本の国有鉄道が初めて導入した電気機関車であるまた日本で唯一同軸数が奇数の電気機関車である新越本線横川軽井沢間では 1893年の開業時からアプト式の蒸気機関車が使用されていたが26カ所ものトンネルが存在する上運転速度が低く同区間の運転に1時間15分を要したため乗務員や乗客は機関車から出る売煙に苦しめられていた乗務員の一酸化炭素中毒事故も多発しており機関車に特殊な形状の煙突を取り付け売煙を 機関車の広報に導く等の対策も行われたが、思ったような結果が得られずにいた。そのため、同区間を電化し、乗務員の労働環境改善と輸送力の増加を図ることとした。本形式は1912年5月11日の同区間の電化の際に使用される電気機関車として、12両が輸入された。ドイツのアイグに発注され、同社が電気品。 エスリンゲン機械工場が機械品を担当して1911年に製造された。エスリンゲンは同じ薄い峠向けの3900系蒸気機関車をはじめラック式鉄道車両を多く生産しており、1969年時点の統計ではスイスの SLM の654両に次ぐ277両の製造実績を残しているが、その多くは蒸気機関車であり、 電気機関車は本形式を含め20両、電車は10両の実績に止まっている。また、アイグもラック式の電気機関車8両と産業用、小型電気機関車25両を製造しているほか、S リンゲン製のラック式電車5両に電気品を供給している。なお、S リンゲンの製造番号は1万号機が3578、1万1号機は3579である。 学生当初の形式番号は1万 K1 万から1万1 1と称したが、1928年10月の車両形式称号規定改正により EC40K、EC41、EC4012 EC に改められた。電化による本形式の導入以降、横川軽井沢間の運転時分は49分と大幅に短縮されるとともに、 一列車あたりの輸送力も若干ではあるが、増加している。車体は前後に短いボンネットを有する突端である。当初、運転台は両側に設けられていたが、1914年に、坂上の軽井沢側の運転台が撤去されて、主電動機用送風機が搭載され、横側側のみの型運転台式となった。三体の動輪を持つ台車は固定式で、動輪は、 連結棒で中間軸と主電動機の大歯車につながっている。ラックレールに噛み合うラック歯車は同じ方式で専用の主電動機と結ばれている。終電装置は当初駅構内の内機関車入れ替え用の側線区間はトロリーポール終電であったが後にパンタグラフに変更された。本線上ではトンネルの建築限界が小さく、 第三機場方式による電化を行ったため、第三機場から終電を行うための終電靴を片側2カ所に設備していた。終電靴は泥や落ち葉による終電不良を避けるため、第三機場の下側に接触する方式で、日本では唯一のものであった。主電動機は MT3 を1両あたり2機搭載し、1機は車輪駆同様に、 もう一機はラック歯車駆同様に用いられた。主制御機は、電磁単位スイッチ式制御機で、粘着区間の立行、ラック区間の立行、ラック区間での発電ブレーキの三種の制御が可能であるほか、電気連結機を使用して本向きと放機と,との重連装かつ制御が可能となっている。補機として、真空ブレーキ用のロータリー式電動真空ポンプ2機、 および10連総括制御用ケーブルの巻き取りリールを第1単足のボンネット内に制御回路、伝統回路用の容量108 r の蓄電池および10連総括制御用ケーブルの巻き取りリールを第2単足のボンネット内に搭載する。本形式は一貫して横川機関庫に配置され、新越本線の横川軽井沢間で限定運用された。 1911年11月にはアイグエスリンゲン、両社の技術者の指導の下とし運転が開始され、翌年5月から貨物列車の一部を、7月から旅客列車の一部を本形式が牽引している。本形式は編成中の勾配の山麓側及び中間に連結されて運行され、機関車1両の場合は、約80トン、2両の場合は、 約140トンを牽引することが可能であり、蒸気機関車牽引の場合より、それぞれ約20トンの輸送力増強なされたほか、ラック区間での最高速度が約時速 8km から約時速 18km に向上し、途中での給水の省略と合わせて、横川軽井沢の所要時間は約75分から約45分に短縮されている。 その後も引き続き以下の通り輸送力の増強が図られている。1918年3月7日に発生した新月本線熊の平駅列車脱線事故においては14.10009の2両が被災大破したものの修復された。1928年10月には前日の通り本形式は EC40 へ改象、改版された。しかし、 同時期には老朽化による故障発生件数が増加したことから後継機として設計、製造された ED42 型に代替されることとなり走行装置の故障により EC4012 号機が1931年5月に1936年4月には残る全車が廃車された。1964年に 後日の京福電機鉄道的511系的511号機が変換され、大宮工場でかさ上げされた屋根など一部を除いて、明治時代の状態に復元の上、鉄道記念物に指定された。現在は一万として旧カルイザー駅舎記念館に生態保存されている。廃車後は大宮工場に保管されていたが、 1941年に EC41EC42、翌1942年に EC43EC44 の計4両が計復電気鉄道2乗とされ、そのうち元 EC41EC42 の2両が1942年に、同社の敵 511K511.512 となって、福一社の越前本線や三国阿波ら線で使用され、 元 EC43EC44 は補修等のための部品を取り外した後に解体されている。敵511型は譲渡の際、大宮工場で以下の通り改造が行われており、これにより時長は46.00トンから29.5トンに軽減された一方、粘着式走行装置がそのままであったため、最高速度は時速18.0キロメートルのままであった。 1950年に歯車比を6.50から4.45に変更して最高速度を時速 31.5km となり、1953年には終電装置をパンタグラフに変更している。その後、敵511は国鉄での復元保存のため変換されることとなり、1964年2月17日付で廃車され、 敵511の代替機として国鉄から ED2811 が譲渡されて、同社的531型となっている。残る敵512は1970年7月15日付で廃車となった。書籍雑誌系副電機鉄道的511系、電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。